睡眠はどんなん、その寝つきは。寝つきですか、うん、あの処方していただいたあのルーランですが、うんうん、効きすぎますね、ありゃあ、それでするとね、はい、今2ミリが出てるでしょ、はい、それを1ミリに1ミリにするからな、はい、それでやってみてください、はい、それで徐々に向いていくのと、それからデプロメールが今3錠出たんだけど、はい、それも少しずつこう、はい、落としていくと、はい、はい、どうもご苦労様です。私の場合は摂食障害とか食べる方ですね、なんか私は多分小さい時からこういろいろあって、人間関係ももうなんか大学終わるまであんまりうまくいかなかった子で、だからその人間関係でちょっともうありすぎて、ちょっとひどいこと言われたこともあって、うん、だからもうこう土台があるから、小さい時ので、それがこうピラミッドみたいなね、こう、まあ、風船で言ったら小さかったのが こんなに大きくなってバーンと割れたって感じですね。何が直接いうのは、まあ、ちょっと言われたことが直接なんだけど、でももう積もり積もっても風船割れそうな時に言われたから。どんなこと言われたんですか。足が太いと言われましたね。また普通に働きたかったんですけど、そんなところがなくて、で通信教育受けてみたらって、それも終わったから、先生が上に上がって薬でも作るかって言われたんで、で作ります作りますって、薬室は誰も入れないから、こうそこで薬作らせてもらってるって言って信用していただいてるんだなと思うだけでちょっと嬉しいですね。はい、これと、それから再レースじゃない、パキシル、パキシルね、うん、昨日散歩しようと思って、ええ、また歩けなかったんですそのせいだったんですか。そうです、筋弛緩剤が入ってるから、はい、しばらくお待ちください。あ、佐々木さんかかってきました。国保連合会、あ、回答が来ましたね。もしもし、お電話帰りました、佐々木です。はい、あ、そういう内訳だったんですね。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。あ、がっかりだな。え、なんで、わかった、どうやった、なんで、なんで抜かれた、抜かれたっていうか。理由はですね、42日処方を28日にしたって。え、14日分を削った。14、あ、アキネトン4錠、トリスパダール4錠、あ、書いとこうか、ちょっと待って、が42日出てたので28日にしました、うん、あー、もうそういう問題、なんでリスパもうダメなんですか。42日も出しちゃダメってこと。じゃあ根岸さんなんか危ないですね。何日分薬が出てた、すごい削るんですよ、まあ、岡山市、まあ、宇月さん倉敷市だから、倉敷市長期投与要注意ですね。こんな感じで削られて、
厳しい先生だったのかな、うん、なんだ再審査でまた削られてるから悲しいですよね。一回審査して、一遍審査して、二次の審査で削られてる。へ、一方的に削られるから困ったもん。またでもなんかそのパターンがあったら削られるよな。うん、困ったな。どうしたらいいんですかね。それじゃないとない人が出てくる。